今日はね、スキージャム勝山に来ております。いつものカメラのね、動画とは全然関係ないですが、今日はねスキー編ということでやっていこうと思います。今回の動画はね、ちょっとカメラは関係ないんですけど、カメラプレゼントの、ね、抽選が、ちょっと遅れておりますので、ちょっと無理やりね、スキー興味のない方はね、僕の視聴者の方多いと思うんですけどね、無理やり作るという形で、とりあえずその、2月、28日の日にね、出発して29日の日にスクリーンに滑ってきたんですけども、福井県の、ね、スキージャム勝山に行ってまいりました。でちょっと動画流しますけどね、これ目の前をねすでに滑ってるのはね、うちの長男、中学1年生の長男なんですけどね、結構ね大きいスキー場で3つ山があるんですよ。でファンタジーサイトとイリュージョンサイトとバラエティサイトっていうね、あの3つの山で構成されてましてね。で雪がねすごく今年やっぱ少なかったじゃないですか。それで行っていいぞ行っていいぞ、凍ってるからな、雪が なかなかですね。でファンタジーサイトしか滑れなくて、イリュージョンサイト と、バラエティサイト、特にもバラエティサイトはほとんどね地面だったですね。でバラエティサイトは一番ゲレンデベースにつながってるんですけども、そのゲレンデベースからそのリフトでいっぺん登っていってファンタジーサイトにたどり着いて滑るみたいな形でした。ただ雪質はね全然問題なくて、朝のうちだけですけどね。でこの今これ動画を撮ってるのは本当に朝のうちなんですけども、で一旦日が照ってきてから、緩んできてしまって、それからはねどんどん苦しい状況にはなっていきましたけどね。もう福井県とかもう北陸地方ね、そのほとんどのゲレンデが閉まっていて、このスキージャム勝山もね3分の1しか滑れないっていうちょっと悲惨な状況ではありましたが、今シーズンのね滑り納めになってしまうんですけど、まあねその今年暖冬っていう割にはその滑走斜面が少なかった以外は、まあ楽しめましたね。でガンダムのねコスプレをねしてる人たちとかがね滑ってたりしてね、非常に楽しかったです。まあ息子もね満足してくれたんで、よかったんですけどね。これ前の週にねツイッターとかでは言いましたけど、自分の車が故障して、本当はね前の週にね木曽の御嶽に行く予定だって走ってたんですけど、途中でオートマチックのねトルクコンバーターが行かれて、坂道でこれじゃ登れないって言ってたんで、引き返してねスキー行けなくなったんで、その穴埋めにね観光バス、ツアーバスで行ってきました。なかなかねバスで行くの実は初めてだったんですね。しんどい、になりました。はい、スキー場紹介っていうかね、これ3分の1しか滑ってないしね、まあ快適な駐車面でね楽しめたことは楽しめました。はい、じゃあここからはねカメラプレゼントのね、抽選をやってまいります。はい、それではね、お待ちかね、カメラプレゼントの抽選にあってまいります。このバッグの中にね、エントリーナンバーがね書いた紙が入ってますんでね、エントリーした方はね、エントリーナンバー言ってると思うんですけども、だからここですぐに分かります。こいつかな、はい、ちょっと汚い字ですが24番、エントリーナンバー24番の方が、当選になりました。お名前を発表するのはちょっともう今回は差し控えていただきます控えさせていただきます。
匿名とかそんなの全然聞いてないんでね。当選した方はね、ちょっと暇な時間になったらね、ダイレクトメール送りますんでね、送り先とかね。ほんで、当選された方、24番の方ね、これ、このカメラなんですけど、もうあくまでジャンクベースですんでね、送られてきてもういきなり動かなかった、まあそれはないと思うんですけど、というのはね、クレームとかはもうなしということで、で露出系はね、もうまともに動いてないんでね、完全にね、スマホの露出系とかでね、露出を合わせて撮っていただく形になると思います。はい、写真撮れることは撮れますよ。光漏れもなかったです。そんなわけで、24番の方おめでとうございました。はい、で次のね、動画なんですけどもね、次の動画はね、このキャノネット、QL17G3 で、撮影しまして、正月にね、ハードオフで15年前のね、アクロス、ネオパンアクロスが100円で売られてたんで、ね、その15年前のフィルムを使って、撮ってみようということで、取り上がりましたんでね、その、動画を作ってまいります。はい、今日はね、こんな、ちょっとね、ほぼカメラプレゼントの抽選という形になりましたけども、また次回の動画はね、お待ちくださいませ。この辺ね、チャンネル登録ボタン出てきます。カメラプレゼントの話なんですけど、これからはね、一応1000名刻み、チャンネル登録者、次はだから3000人ですね。でね、遠い未来の話なんですけど、1万人いったらね、結構豪華なデジタルカメラ、フルサイズセンサーのね、デジタルカメラをレンズ付きでね、プレゼントしようと思ってます。まあ1万人行くのに何年かかるか分かんないんですけど、まあその時の経済状態とかにもよるかもしれませんけど、そう思ってます、今のところはね。チャンネル登録のね、人数が増えるのをね、皆さん、お祈りして、まあシェアとかもね、していただければ助かります。で、ここにね、チャンネル登録ボタン出てきますんでね、まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、リンクも出てきますんでね、結構ね、リンクのクリック率がね、高いっていうんでね、喜んでおります。もう、暇な時間がありましたらね、ぜひぜひ、他の動画を見ていってくださいませ。はい、それではね、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。